公益財団法人福田康子賞基金は2001年11月に亡くなった全日本ピアノ指導者協会ピティナ創設者福田康子の遺志に基づき2003年にピティナの活動として始まった福田康子賞選考会が元になっています。福田康子は生前より若いピアニストに早くから国際的な経験を積ませることを大切にしており、自らも頻繁に海外のコンクールや演奏機会に若い音楽家を引率していました。この活動はそんな彼女の願いを形にしたものでした。第1回福田康子賞選考会は2003年8月に行われ、関本翔平さんが第1位福田康子賞を、田村響さんが福田康子賞準賞を受賞しました。第1位の関本さんには奨学金100万円が授与されました。当初は選考会を開き奨学金を支給する形のシンプルなオーディションでした。選考会が新たな意味を�帯びたのは2005年、このユニークなオーディションの形を提唱したフランスのジャック・ルビエ教授が自らが高く評価した学生たちに2時間ずつのレッスンをプレゼントしたいと申し出てくださったのです。さらにカナダ在住のピティナ正会員アレキサンダー恵子先生は小学生の酒井ありささんをバンクーバーに迎え演奏会を企画してくださいました。こうして奨学金オーディションは多くの方々のご支援を受け、若いピアニストにマスタークラスと海外渡航のサポートを提供する教育活動へと発展していったのです。福田康子の逝去から18年余り、選考会は9回を数え72名の小学生を送り出しました。基金は内閣府より公益財団法人の認可を受け、ますます活発に活動しています。福田康子賞選考会は現在まで2年に一度開催されています。高校生以下の優秀なピアニストを募り、書類選考で9名の小学生を選び出した後、国際的に活躍するピアノ教授3名が9人の学生全員をレッスンするユニークな学習機会です。すごいね、こういう風になってるんだなっていう感覚をするだけで、このところ、F のところをクレッシェンドその前にしていますが、私だったら近くやります。私はここまで F に向かう。総当たりのレッスンの後は1日おいて1人30分ずつのプログラムを披露する最終審査会が行われ、コンクール形式で個々の技量と音楽性を競います。レッスンから短い時間で指導のエッセンスを消化している受講生も見られ、演奏会さながらの高いレベルの共演が繰り広げられます。レッスンと最終審査会の総合評価により、第1位に100万円、その他3名程度にレベルに応じた奨学金が与えられますが、これは小学生たちの学習のほんのスタートラインに過ぎません。最終審査会後には審査員からのアドバイスをじっくり聞くことができる交流会が行われ、7名の審査員がこれからの学習の指針をアドバイスします。数日間を競い合った同世代の小学生たちはここで交流を深め、大きな刺激を受けてそれぞれの目標を見出していきます。小学生への学習機会の基盤となっているのは、通年にわたって開催しているマスタークラスです。現在までに通算118回を数え、世界各地から58名の教授ピアニストをお迎えしました。そのいずれもが演奏と指導において第一線で活躍する
経験豊かな音楽家です。What he actually writes is stretto e crescendo. Now, what he means by that is the two things are connected. C'est la même chose à l'envers. D'abord les bassons, après les hautbois, après les flûtes. マスタークラスは小学生やピアノ学習者のほか、広くピアノ指導者、音楽愛好者にも公開され、貴重な学習の機会を提供しています。音楽の学習には演奏の技術だけでなく、さまざまな分野の知識や教養が必要です。音楽家として、プロのアーティストとしてどうあるべきか、問題意識を強く持ち続けるために、各分野の専門家のレクチャーやワークショップも企画しています。ハーピングマシンじゃなくてちょっとだけ曲げてこの状態でずっと下に押すと、で、何かちょっと脇開けるとかいろいろ書いてみてください。そうするとお金がプルプルしたやつですけども、その角度で押さえる、下にずっと押さえるっていうのをつまらない授業の間でもやっといたらいいと思うんですよ。大学生まれるでしょ、死んで復活でしょ、で復活したキリストが弟子の前で、私はこれから昇天します、で昇天して10日後に何かが降ります、聖霊が降りますからよろしくって言うんですよ。他の楽器の知識、楽譜の読み方、世界的なアーティストとの交流、そのすべてが音楽家としての生き方、在り方を考える絶好の機会となっています。自分たちが学んでいるクラシック音楽がどのようにして世界とつながっているかを早い時期に知ることは大変意義のある経験です。海外で開催される音楽祭やアカデミーへの参加、国際コンクールへの渡航には積極的にサポートをしています。自らの音楽表現を受け入れてもらい、同世代の仲間と出会い、世界中の人々のために音楽を奏でる喜びを知ることで、なぜ自分はピアノを弾き、音楽を学ぶのかを生きた経験から身につけていきます。これこそが福田康子が若いピアニストたちを連れて世界を旅した目的でもあったでしょう。今、私たちは公益財団の活動を通じてその願いを受け継いでいます。2003年に小さく始まった活動は、今では日本の音楽業界、演奏業界で活躍する多くのピアニストを生み出すまでになりました。ここを巣立った小学生たちは、世界各地の国際ピアノコンクールで高い評価を受け、福田康子賞の名は国際的な音楽シーンにおいて日本のトップレベルの音楽教育を受けてきた証として認知されています。ひたむきに美しい音楽を追求する若い音楽家たちの無限の可能性は、私たちが遠い未来に託す希望です。公益財団法人福田康子賞基金は、これからも日本の未来のために優秀で志の高い音楽家をサポートしてまいります。